表層爆誕爆誕なんかこの我々の視聴者さんというか見てる人が、はいはいはい、これやった方がいいんじゃないってこともありまして、うん、これやります。いいじゃん。今回はいかに俺らがその人のことを救えるか、信じさせられるか、あこの人についてきたい、教祖様ってなってくれたら勝ちみたいな、いかに響くかだね。そういうことです、そういうことです。はい、わかりました。じゃあ10回読めばいいのね。じゃあ用意スタート。何時迷いし時どうかこの迷える人間を救いのこと場でお導きください。まだ1回だよこれ。福井の言葉でお導きください。福井の言葉でお導きください。以上終了。ガン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 、そこまで。むずめっちゃむずいわ。じゃあ僕からじゃあメタル君行きましょうか。自信がないから。はい、じゃあ阿部さんが響いたら、はい、所詮インターネット力こそ愛し。どういうこと？何何何何？どういう？もう一回言って、もう一回言ってください。もう一回言って。所詮インターネット。うん。なんかきつけ声で出したんだけど。おい。力こそ愛しなさい。これどういう意味？ちょっとそうですね。まあやっぱ昨今、うん、インターネット。うん、やっぱ普及してますし、いやいやいや割と前から令和になってからじゃない、10年前から95くらいから割と、だからみんなこう知りたいことも知れるけど、はい、知らなかった方が良かったかもなって思っちゃうことも知っちゃう可能性が高いじゃないですか、はいはい、でちょっと落ち込むこともある、はい、でも所詮インターネットだから、うん、関係なく、うん、そんな電子の海に飛べるもんじゃなくて、うん、力、うん、見投げる、大切なのは見投げる力だけを愛しなさい。暴力が全てみたいなことですか。なるほど、なるほど、なるほどね、うん、まあまあまあ言って言わんとすることはまあなんとなく分かりましたからね。そうそう、俺は結構いいと思います。何ですか。じゃあどうぞ、いきます。はい、すごい、すごい。地球を捨て去り、そういい、阿部さん目をつぶって、地球を捨て去り、はい、強欲を愛しなさい。強欲を愛しなさい。やらせこそが世界を支配しています。はい、死を許してはいけません。どういうことなんだ。今ちょっとだから地球が危ない、はい、危ない、はい、そう、はい、だから一回地球を捨て去ろうと、はい、で今持ってる自分こんな欲を持ってるなっていうのはいいんだよと、うんうんうん、強欲を愛していいんだと、自分が持ってる欲は、あ、そう、しませんよと、そう、そういう綺麗事言ってるやらせこそが今こう世界を支配してるのもやらせしかないの今。なるほどなるほど。この YouTube 今やらせなのよ全部。なるほど。そうだから、そうで、まあついでに死も許してついでについでに死も許してはいけません。強欲を愛しっていいんじゃないだろう。いいんだよ、欲持ったっていいんだよ。でもこれ地球を捨ててこ、強欲こそが地球をさ苦しめてるんじゃないの。だからもう捨て去んの地球を。だからもう競争同士のバトルが始まるのこれ。地球を一回捨て去んのよ。捨てていい、地球を一回捨て去らん、まっさらシャアみたいなこと。シャアです。一回もう地球持たないからコロニー落として、いいのコロニー勢になるみたいなこと。そうです、捨ててもう自分の欲だけを愛すけど、それやらせだからね。地球はもう、いや地球がやらせなんです。地球はやらせな、ナチュラル系のナチュラル思想、ナチュラル思想、うん、ナチュラリズム、はいはいはい、では、なぜですか第三競争。いや僕は全然思いつかなくて、はい、あまりにも直接いいよいいよいいよ、逆に響くからね、そういうのはね。辛い時こそ、うん、金を信じます。いや、一番リアル。どっかの IT 企業の社長からみたいな。それは辛い時こそなんですね。金は、なるほどね、辛い時こそ。そうね、いろいろパターンがあるね。なるほどね。ナチュラリズムの人、はい、お金の人、はいはいはい、リアリズムね。なるほどね、最後リアリズム。でで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 でまあ、ある意味これかな。資本主義神話は私にあるからね。でもこれでちょっとその人の何を求めてるか分かる、ね、そうそうそう、阿部さんは意外とストレートタイプかもしれない、ね、なさん、はい、やった、はい、はい、ということでございます。1ポイント。どうかこの迷える人間を救
救いの言葉でお導きください。最後いきますよ、はい、どうかこの迷える人間を救いの言葉でお導きください。終了。出ました。ではいきます、はい、うわ、愛にまみれた運命を嘆きなさい。いいじゃん、キャッチーやね。人は皆、うん、赤ちゃんを信じなさい。バブバブみがある。そういうことです。もう今大変じゃない。大変ね、世の中、うんうん、その愛だの恋だの、うんうん、赤ちゃんの時そんなこと考えてたかと、うん、赤ちゃん愛とかじゃない、うん、お腹すいた、はい、ママ、はい、そのことだけを言ってたじゃない、うん、確かに。だから一回戻るときはまず赤ちゃんを信じようよ。なるほどね、うん、だからやっぱさっきの強欲とちょっとつながってるんだよ。そうだ、ダメだよ今愛にもうまみれてる、はい、この運命まず嘆かないと、なんでこんな時代なんだと、はい、なるほど。赤ちゃんを信じよう。赤ちゃんが言ってることが多分正しい。確かに赤ちゃん大人なんてもうみんなもう建前と嘘、赤ちゃんしか真実を言ってないから。可愛いもんな、そう赤ちゃんな。むずいね。赤ちゃん教です、私は今。赤ちゃんになるとかじゃないんだもんね。赤ちゃんを信じる。何か迷ったら赤ちゃん聞けばいい。どうしたらいい。赤ちゃん教ね。赤ちゃん教。赤ちゃん教。結構いい宗教かも。いいでしょ。赤ちゃん教。いいですね。普遍だね。じゃあ、はい、俺、いい？お願いします。俺も自信あるんだ。はい、いくよ。はい、あなたは、人体実験に選ばれたんです。マイクロチップを信じ、地獄に落ちなさい。なんで地獄に落ちなきゃいけない。めちゃめちゃ怖い宗教じゃん。救われたいって言ってるじゃん。でもあなたは選ばれたと。そう、うん、まず選ばれましたよ、はいはいはい、人体実験、はいはいはい、ね、でじゃあどうしたらいい、うん、これマイクロチップ埋めます。今あるね、マイクロチップがどうだとか、サイバー教な感じ。あ、まあ、どんどん未来加速主義だな、はいはいはい、でマイクロチップ埋めますけど、はい、これは信じてください、大丈夫です、はい、でも地獄の地獄なんでだよ。なんで地獄を教えに行く。嫌なこと言うじゃん。今は地獄って言われてるんですけど、うん、マイクロチップ、はい、入れることによって地獄をちゃんとパキパキの未来にできる。パキパキの未来。地獄ってじゃ悪い意味じゃないってこと。だ 現在、うん、普通の人間から見たら地獄、うん、そもそも地獄ってそういうワードじゃん、うん、ある宗教にしかない、うんうん、でも、うん、それ嘘です。マイクロチップ入れてみてください。マイクロチップ絶対大丈夫なんで入れてみてください。一回お願いして、もう選ばれたんだ。一回信じて入れてください。地獄にいてもマイクロチップ入れてれば、ね、落ちてみて、うん、全然あったかいから。あ、なるほどね。全然マイクロチップを信じれば大丈夫なんだ。まだ人間に追いついてない。人間が地獄に追いついてない。サイバー教で。わかりました、わかりました、はい、じゃあ僕いきます。はい、いきます。ダメ競争。はい、神を信じ生まれ変わるのです。テンプレート教材。みんなで手を取り合って、うん、家族を差し出しろ。あるのやんけ。なんでその最後2 悪いでしょ。見ろ俺の赤ちゃん教。めっちゃええやん。悪魔だ。邪教徒なんや。邪教徒、邪教徒です。すごいな、邪教だこれは。金じゃなくて紛れもない邪教徒を指し、でもそんな犠牲を持ってあなたを幸せに生きますよ。そういうことか。そういうことです。ちゃんと差し出して、完全にギブアンドテイクの関係ですね、これはね。すごいな、そしてがある。そう、だいぶ先民思想だ。割とまともなのなかったな今回。地獄、うん、赤ちゃん、うん、極端なんですね。そうっすね。もう僕に刺さったので言うと、うん、やっぱり広瀬君かな。よかった、広瀬教授。嬉しい、赤ちゃん教授かな。信頼できるのは赤ちゃんだけなのよ。赤ちゃん嘘つかないから。確かに、ね、嬉しい。愛にまみれたっていうこと。僕も確かに愛にまみれた運命を嘆きなさい。嘆く、愛にまみれた、やばいよね。どうかこの迷える人間を救いの言葉でお導きください。はい、では広瀬教から行かせていただきます。はい、暴力に頼ってはいけません。遺伝子改造を愛しなさい。あなたを奇跡の末裔にしなさい。ああ、いいかも。奇跡の末裔、かっこいい。あなた自身だから、その、うん、もう、うん、遺伝子改造もして、うん、もうメタルという人物、あなた自身が奇跡の末裔になるのよこの先、うん、どんな人だったのって言ったら、うん、遺伝子改造をしたもうすごい人。だからあなたは伝説になれる、奇跡の末裔になれる。なるほどね。
300年後に自分のクローンが生きてる、ね、そうすごいってことってことですよね。そういうことです。だからもうこれは本当未来のあなたの未来の話だね。はいはいはい、いいっすね。なるほど、うん、何教これあのクローン教ですね。クローン教怖いな、結構攻めてる。名前つけると一気に怖いな。結構攻めてるな。渡辺行かせていただきます、はい、まやかしに満ちた世界を環境汚染しなさい。なんかすごい。ワードが強いぞ、ワードが。髪早起きしなさい。超早起きしなさい。ギャル早起き。ギャル、ギャル。髪早起き。ギャル系。ギャル、ギャル系。まあ、早起きはすごくいいことが起きるっていうシーンですね。なんか、やだね。まやかしに満ちた世界を。環境汚染っていうなんかさ、だいぶパンチラインすごくない？だいぶパンチあるな。この世界を環境汚染をなんかそっちのワードなんかちょっとすごいね。環境汚染をするためにはやっぱり早起きして活動しないと。地道に環境破壊しなさいっていう。神早起き。急にギャルが入ってきた。健康には良さそう。健康にいいのか悪いのか。ちょっとパンチラインすごい。健康教の早起き教です。早起き教。早起き教。わかりました。じゃあラストいきます。僕。いきます、うん、ドン死を恐れてはいけません。それを信じ目覚めを待つのです。それもまた修行。ということね、死をまず恐れてはいけません。それって何？それを信じって何？まず目覚めを待ってください。待つことも修行ですと、うん、ふんわり教。どこかで言ってた誰かのね、なんかそれもまた修行って言えばなんとなくなるもんね。これどうすればいいですか？いや、それは修行です。まず目覚めを待ちなさい。まず目覚めが待ってないから君はまだわからないだけなんですよ。目覚めを待つことも修行です。ふんわりしてるな。結果何ってやつね。何を聞きたいの？まあまあお待ちなさい。いずれ時が来ます。確信教えてくれないか。ふんわり教。うわ、迷うな。でもなんかちょっとエジプトっぽさはあるよね。真剣に。やっぱ死が終わりじゃないってことで、だからその目覚めってのは復活を待つってことですね。そうそうそう。確かにエジプトっぽい。っていうふうに勝手にいい解釈をしてくれる人を待つ。落ちる。ナベさん、髪早起きめっちゃいいね。髪早起き。むしろしなさいなかったもいいよね。髪早起き。髪早起き。髪早起き。環境汚染しなさい。髪早起き。星星ってぐらいがちょうどよかった。明るい悪の決心みたいな。よし、決めました。はい。取ればいいんだね。はい。この経典カード。おぉ、ふんわり教。なんでふんわり教。いや、やっぱちょっとエジプトっぽさもある。こういう人待ってる。こういう勝手に解釈してくれるのもエジプトっぽさありつつ、でもやっぱこうふんわりね、なんか修行なんだよっていう、ふわっとこうストイック一歩前進ですね。そう、最初からそのつもりだった。そうそうそう。はい、ということで一周終わって、ポイント的には1ポイント俺もらった。俺2ポイント。俺ゼロ。ゼロ。これは最後がない。地獄に落ちなさい。早すぎた。ちょっと怖いのよ。みんなに合わせながら。マイクロチップちょっと早かったね。今っぽいけどね。はい。ということで、大競争は阿部さんでした。やったぜ。時にはふんわりも大事なんだね。ふんわりね。言葉が強いもんね、俺ら。環境汚染とか遺伝子改造とかちょっと怖いか。何にも具体的なこと言ってない。何にもあえて言わない。それを信じが一番なる。それってなんだよ。そうだよ。まあ目覚めを待ちなさい。それもまた修行だ。そうそうそう。そっか、俺の問題か。だろうね。ずるいよね。ということで、ぜひ皆さんも今日爆誕で遊んでいただけたらと思います。阿部さん、ゲストいろいろありがとうございました。またぜひ遊びに来ていただけたらと思います。この番組良かったと思う人はぜひチャンネル登録とグッドお願いします。はい、バイ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 、ありがとう。